大ク足シは、当脚木、砂掘りシカに属する海生甲殻類の一種である。1880年にルートビヒデーデルラインによって、日本で採集され、1894年に、アーノルド・エドワード・オルトマンによって記載された。種商名は採集者への懸命である。日本の本州中部位南の水深150の600メートルほどの、深海底や、大陸方に分布している。 体長は体幅の約3倍でダイオウグソクムシと比べて細長い。腹せつの中心線は盛り上がっており、公園には7本の棘がある。ダンゴムシやフナムシの仲間であるトウキャ脚類の中では、本種は日本最大種であり、体長が10から15センチメートルにも達する。体が大きい分、トウキャ脚類の特徴である第一触角も判別できるほど大きい。 腹部末端の遊泳詩を動かし、体を仰向けにし、上下にくねらせるようにして泳ぐ。口から悪臭を出して、身を守ると言われている。その姿が面白く、最近は本種を飼育している、水族館も増えてきている。2013年2月16日、愛知県甘郡市の竹島水族館が、卵を孵化させることに、日本で初めて成功した。本種は雑食性で、 水中の有機物なら何でも食べ、魚の死体や弱った、小動物や人手などを食べる。見た目がグロテスクで非常に鈍欲で、網にかかった魚を食い荒らすことがあるので、漁師からは嫌われているものの、海中生物の死体を掃除してくれる役割も強く、他の動物たちの餌にもなっているという側面もある。本種は深海に生息し、生物としての知名度も低い。しかし、 駿河湾等一部の地域では深海魚に混ざって漁獲され漁港で販売しているという。食べた人の証言によると筋肉部分はエビとシャコの中間のような味、またはエビやカニに似た味と言われ非常にビニとの声もあるが食用可能な部分は少量である上内臓は苦味が強く不味だという。2015年春には 静岡県八重洲市で現地の漁師親子の発案による大ソクムシの粉末入りせんべいが発売され人気を呼んでいる。2021年の恋のぼりシーズンには静岡県沼津市のオフィスグルーが運営するオリジナル恋のぼり製作チームミセスミシンが大ソクムシ型の恋のぼり大ソクムシのぼりを製作した。ありがとうございます。